みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、全てを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし、奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。オラもあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よくタマッコロみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星についちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習ってやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ、じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。ふん、いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、
父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。ヤムチャ、おめえも一緒に修行しねえか。俺は遠慮するよ。正直言ってお前たちの修行にはついていけそうもない。ピッコロとの大変なこと。俺は手加減せんぞ。ピッコロさんは厳しいですよ。あ、楽しみだ。ねえねえ、人造人間を作ったドクターゲロってのを今のうちにやっつけちゃうってのはどう？わ、悪い。正直言って、オラその人造人間と戦えて。それに今まだ何も作ってねえのにやっつけるっちゅんは。あんたね。分かったわよ。好きにしたらいいでしょ。しょうがないから一応付き合ってやるけど。はっ、帰ってきてくれて嬉しいよ、悟空。オラもクリリンが生き返ってくれてよかったぞ。ありがとうな。本当にお前のおかげだよ、親友。俺も叩く。その人造人間を相手にどこまで戦えるか、自分の可能性を試したい。僕は天さんの修行を助ける。お、見えてきたな。ずっと帰ってこないからお母さん怒ってたよ。そりゃまじいな。父、今帰ったぞ。ただいま、お母さん。悟空さん、本物の悟空さんなのけ。当たり前じゃねえか。おめえも元気そうだな。まったく、一年以上もどこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや、話すと長くなるんだけどさ。はあ？3年後に人造人間が来るから、ごはんちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、何と言おうと許さねえ。
じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか。当たり前だ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。いい、さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ。これが最後だべ。ちっちい。だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん？この声、神様か。うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え？今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、わかった。今からそっち行くよ、神さん。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん。悪いけど、俺は神様んとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。わ、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかさ。大丈夫かな。そら、行った行った。オラがそっち行くまでピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。ここでセーブできるから一回しときます。神様の大事な話か。なんだろうな。よし、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？うん、ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。
予感なら外れっかもしんねえしな。うん、だがもしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ神様。おっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちはあっちか。やじろべ、オラを呼んだっちゅうことは何か用でもあるんか。そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって。先祖だわ先祖、カリン様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし、じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリンにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。こりゃ調整水か。でもこの中身ただの水なんだよな。カリン様からこれを奪い取る修行したけんど、すんげえ苦労したんだった。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。豆にセーブせんならやり直しが大変やからね。えらい目に遭いましたからね。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。ああ見えてやじろべえのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時
魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな、あいつ。こりゃすげえ木の塊だ。どっちに引くかな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんかいるな。おめえやるんなら相手になるぞ。なるほど、ヤジロベのやつこれが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。すんげえいい肉が手に入ったな。よう、ハハハ。
いいもん手に入ったな。すげえうまそうなもん見っけ。すんげーうまそうなもん見っけ。いいもん手に入ったな。よし、いいもん手に入ったな。すんげーうまそうなもん見っけ。よし、これだな。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃーわー。ともあれ、ご苦労じゃったな悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。
お、頼んだ、カニ様。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。セーブしときます。ちょっと休憩、おしっと入れたいの行ってきます。じゃあねー。